こんにちは、荒木和弘です。令和4年7月31日、私、え、的、ー、鉄道脱弾。今日は、あの、大井川鉄道とを走ってる旧西部351系のお話です。えー、西部の351系、最後はあの、玉子線で終わりましたけども、昭和30年、29年だった。 まあ、ともかく私よりも年配の車両でありまして、えー、自分がちょうど中学生の頃、通学に使っていた車でした。なんで、えー、まあ、あの、国分線だったんですけどね、国分線走っているときは4両編成、えー、間に3、1、4、1、1を2両入れてですね、両側雲波で引っ張って走っておりました。 まあ、あの、最高でも80キロちょっとぐらいしか、えー、出なかったんですけどね。あの、釣りかけのービリビリビリって音をしながらですね、えー、走っていたんですが、これが、あの、西部で、えー、一応まあ人生を終えてですね、第二の人生はこの大井川に一部がやってきました。で大井川の312系、えー、というのがこの電車です。 えー、三扉だったのを、真ん中の扉を塞いで、二、えー、扉にして、そして座席はですね、まあ長いスロームシートだったものを、初代のレッドロー五5000系の、まあ,あ、置き換えで、えー、発生した、あのー、 回転クロスシートをですね、これを、まあ、つけて、そして、走らせたと。回転は、あの時してなかったのかな。まあ、でも、ともかくクロスシートでですね、あの、我々、中学生の頃は、友達とですね、いや、そのうち、あの、351にですね、 え、クロスシートつけて特急で走らせてなんていう、え、冗談話をしてたんですけども、まあ、大井川が少し、それを実現してくれた、ということでした。え、これもとてもあの、大井川鉄道というのは今でもあの SL ですね、あのトーマスとか、ああいうのを走らせてるんで結構有名で、なおかつこういうふうにあの、景色がものすごくいいんですね。大井川に沿って走ります。え、その代わり、自然災害の多い鉄道で今でも、 あの、井川線の終点のところはですね、普通になっていたと思います。えー、まあ昔からあの、すごい一生懸命企業努力をしてる線で、えー、まあ、それでもまたコロナでですね、相当収益も減って、あの厳しい状態は続いているというふうに思います。まあ、あの、よろしかったらですね、ぜひ皆さん、あの、行っていただければと思います。えー、東海道線の 金谷から千、えー、図に行く大井川本線と、そして千、えー、図からですね、井川まで、えー、行く井川線と、この二つなんですけども、本線の方もこうやってすごいいい景色のとこ走ります。で、車両もですね、えー、もう他のところの鉄道で使ったものをですね、あの、持ってきて、えー、走らしています。この写真撮ったのは、えー、昭和の終わりか平成の初めぐらいだと思いますけども、 まあこの方でもあ、あの、三、あの、小田急の旧3000系ですね。えー、SE 社、あのロマンスカが、あの、走っておりました。えー、今は、あの、東急の車とかですね、あと、近鉄の1万6000とかまだあるのかな。えー、そういう感じです。SL も、まあ、たくさん走ってます。まあ、観光船としてはですね、本当に、あの、多い線ですので、 ぜひ、乗っていただきたいと思います。この351は本当にですね、私にとって西部で一番好きな車で、一番最後まであの赤電の塗装。この塗装は西部の塗装とはちょっと違ってますけども、まあ、あのこれに近いですね、えー、ドニーベージュとディープラズベリーだったかなあの。いわゆる赤電塗装で最後まで走って終わった車両です。えー、床はあの木の床でね、 えー、まあ、扇風機はついてましたけども、あの、本当にですね、えー、自分にとってはもう子供時代の思い出のある車です。えー、もう残念ながら今はもう走っていませんけども、まあ、あの、大井川鉄道は、まあ、本当にですね、えー、昔から大変な鉄道なんですけどお、一生懸命やってますので、あの、お時間のある方はぜひ、えー、写真通りに、あるいはご家族で行楽に、えー、おいで、えー、いただければいいなと。 いうふうなことをちょっと思っています。えー、今日はあこの大井川鉄道との旧西部351系、大井川鉄道では312系についてお話し,しました。今日もありがとうございました。